お盆特別企画と題しまして、8月12日から15日まで4日連続で、これから株式投資を行う方向けに無料のオンラインセミナーを配信いたします。アナライズプラスのコーナーです。ここからは、大和証券チーフグローバルストラテジストの亀谷裕和さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先ほどはつまらない冗談を言ってしまってすみません。<laughs> でも冗談なんですけども、本音はみんなそうだと思うんですよ。はい、もう買っていいのかな、まだなのかな まあ、この辺がポイントだと思います。よろしくお願いします。はい。では、早速。 こちらからか教えてください、はい、もうちょっとずいぶん過去のことに思えてしまいますけれども一応まあ先週の FOMC の振り返りという形でご覧いただいてますけれども一瞬ヒヤッとした場面がありましたというグラフですね、えー、7月の FOMC で 1%1 ポイントの利上げもあるんじゃないかという見方が一瞬出ましたけれども、まあ、実際にはまあそうならずにという形で落ち着いて、まあ、結果は0.75%の 利上げでまあ着地したということでしたので、まあ一まず安心をしましたということですね。うん、はい。まあ結果的に金利の方もまあこの一週間かなり落ち着いた動きになっていたということだと思います。はい。そして原油の方ですね。はい。でやはりこの足元の動きをご覧いただくとですね、原油価格もこれちょっとグラフ上ではそうなっておりませんけれども、90ドルをまあ下回るような場面ですね。ええ、うん、ロシアのウクライナ侵攻後初めてというところまで下がってまいり ということで結果的にこのガソリン価格の方もですねえ一時は1ガロンで5ドル超えるような場面ありましたけれどもこれがもう4ドル近辺まで落ちてきているということですのでまあなんとなくちょっとこうインフレ沈静化を期待させるような動きにもなってきているかなと。 というこでですので、まあ、確かにその、まあ、金融政策の方もです、ね、少しずつやっぱこの、まあ、引き締めのペースが緩んでいくんじゃないか、まあ、そんな期待をマーケットの中で高めているというのが現状かなと思いますね初心者といいますか初めてアメリカ株を見る人に分かりやすく短絡的に位置づけるとアメリカって車社会じゃないですか。はい、だからガソリン価格が上がっちゃう あち上がっちゃったからウォルマートがダメになったんだみたいなこんなストーリーでいいわけなんですかしてしまううとそういう部分はやっぱりあると思うんですよね、うん、生活の足にやっぱり車になってますので、うん、本当にガソリン価格上がるとすごくこうダメージが大きいというか、うん、まあ他のやっぱり支出を切り詰めなきゃいけないっていう発想は確かにで、ね。でストレートに消費全般がこうしあの下,下押し圧力がかかる。 そういう株式市場でこういうガラッと大きな変動が起きるって感じなんですね。特にやっぱりあの所得の人より方々にとってみると、まあ本当に切実な問題で。うんうん、やっぱりウォルマートみたいなところは、そういう影響がものに出やすいっていうことなんだろうと思いますね。そういった中、ここ一ヶ月くらいですね。はい。 この政策金利の見通しというのが随分変わってきて、そうですね。これあの実績でまあ FRB が今こういう形で政策金利を上げてきましたということと、はい、あとはこれ9月以降のマーケットの中でのまあ折り込み方ですよね。で、まあ7月13日これ CPI 発表した直後は結構かなり上振れたというか、うんうん、ええまあ本当はもう4%近いところまで引き上げの見通しになっていったということですけれども、これが FOMC を超えた後は。 ちょっととその見方が緩みました全体的に下がってきてたんですが、えー、ただまあ今週に入ってきてまた少しだけまたこう上の方向にまあ揺り戻しが起きるようなちょっとやっぱり楽観に行き過ぎてたものが適正な水準に今戻りつつあるということかもしれませんけれどもただやっぱり政策金利の見通し自体は一頃に比べるとちょっと落ち着いてきたかなっていうそんな印象を受けるところですね。 面白いですね。緑が一番新しい絵なんですもんね。そうですね。だから、えっ、ー、と近いところはその CPI の時に比べると緩和されてるんだけども、はい、遠いところでは CPI の時に見たのに近いという。そうですね。やっぱりちょっとこれがまあ要は利下げ織り込み。 にってるような形状にもなっますで,です、ね、うん、ちょっとこの辺の見方がまあ行き過ぎてたのかどうなのかっていうところだと思うんですけど、それは他の FRB の高管たちのそうです、ね、ご意見があって修正された、はい、あ、そうかそういうことじゃないのねっていうことで緑になってるという、うん、そういうことだと思いますね。うんうん でこちらご覧いただいているグラフが青色が、S、の予想というピンク色の線が10年の実質金利物価連動国債の利回りということで右軸でご覧いただきつつ上下逆さまにしてますので上に行けば金利低下下に行けば金利上昇ということを意味してますが、まあ、年明け以降の動きは金利上昇とともに PER が一緒に下がりました、うん、ということですけれども。うん ここで一旦コツンとと来てますと金利上昇が一服して足元少し金利が下がってきているのでそれに合わせて PR の方も少し回復してきているということなのでちょっとこういう動きを見ると少しマーケットの中では安堵感が。 まあ、うん、広がってきてるような状況かなっていうことですかね。そうですね。こちら SP500 でしたけども、こっちナスダックも同じようなそうですね。同じようなあー動きになってまして、まあナスダックの方のがより感応度が高いので、うん、ちょっとこのメモリの取り方をまあ先ほどのグラフなんかとご覧いただくと、よりこうなんていうんでしょうかね、金、え、利、ー、の動きに対して激しく PR が上下するような。 まあ形になってますけれども、まあ、いずれにしても金利が下がったことによって PR がまあ少しこう元に戻って回復をしてよりナスダックの上昇株価上昇が顕著になった1週間だったかなと思いますね。はい、それからですねっということで。はいえー、2021年 1>, 1月以降でご覧いただいてますけれどもこれはの折れ線グラフが S&P500 のの週間の投落率ですねその動きをまあ要はよく言われるように株価っていうのは利益と EPS の掛け算でまあ求められるみたいな言われ方がするので、うん、まあそれぞれの寄与度にちょっと概算で分けてみましたと,、うんうん、ということですけれどもまあこれは最近の年明け以降の動きはここから右側ぐらいになりますかね。 ご覧いただくと基本は折れ線とピンク色の棒グラフが大体同じような動き方をしているとまあほとんどこの青色の棒グラフが目立たないような形になっていると、ねまあ、この辺と明らかにちょっと違うかなという気がするんですけど、はい、要はやっぱ株の変動が本来は利益の上げ下げの見込みで結構まあ株価が動いたりするんですが年明け以降は基本的にはもう PR の上げ下げだけで株価の動きが説明されてきたということで。 まあ結局その PR が何で動くかっていうのは先ほどご覧いただいたようにやっぱり金利の見通しだっていうことだと思いますのでまあ金利の見方一つで結構株価の方マーケットの方は右往左往してきたような形になってきたのかなということなんですけれどもただ申し上げたように金利は少しちょっとコツンとまあ頭を打ったような形に今見えるのでまあこれから先は やはり業績の方が大事になってくるんじゃないかなっていうふうに考えているところですね。で、そういった中、四半期のこの増益率の推移ですね。はい、えー、アメリカの方決算発表はほぼほぼ一巡してまいりまして、今回がこちらですね。増益率の前年同期比という形でご覧いただいています。はい。だいたい今回は8%ぐらいですね。増益という形になってますけれども、うん、ちょっとこの2021年 特殊な年だったので、すごくこの増益率が高くなっている。まあ、その前の年が悪かったのでっていうことなんですがまあ、ま8%ぐらいの増益。まあまあこの環境下で考えると、まずまずだったんじゃないかなという気はいたします。まあ、もっと下振れすることを個人的には恐れていましたので、まあこのぐらいで着地してくれて良かったなというところですね。で、こっから先はまあ今のマーケットの様相ということになっています。 はい、e p s の方ですけれども今後の株価に影響してくるだろうと、はい、その見通しというのはいかかがででしょうかそうそすねこれちょっと今回の決算を振り返ってみてどういう着地をしたのかというところなんですが、うん、これはちょっとあまりこう見ない見慣れないグラフでして、うん、あのそれぞれの四半期の増益率のあくまでも市場の予想です。うん、アナリストの予想が、うん どういうその予想の変遷をたどってきたかっていうものを見たものでして、うん、あの例えば今回出たのがこの青色の線ですね4六月月の決算が、まあ、昨年もちょうど1年前ぐらいから予想が始まってどういう変遷ほとんど動いてないですねこの辺は。で、まあ、動かないまま決算発表に突入して今回はピクッと上振れたと。うん でこれをご覧いただくと分かるようにアメリカの決算って基基本本的に上振れが基本なんですよね、うん、アナリストの予想は常に保守的で下にあって、まあ、会社側がそういうふうに誘導してるという見方もありますけれども結果的に出てくる決算は上振れでサプライズで株価は上がるみたいなそんなパターンが多かったんですが、うん、ただ傾きが。 やっぱり今回は非常に大人しいなとこの辺りなんかと比べるとここは非常により強かったですけれどもまあかなりそういう意味では予想の上振れがまあ限定的なものになっていたというところでまあノーマルな状態に戻ってきたといえばそれまでなのかもしれないですけれどもまあそこまでこう情報修正のサプライズが大きい決算で まなかったということは間違いないかなっいうことです、ねうん、れちょっと順番に説明してもらうと、最初がピンクなんですよね。スタートがピンクの二十年の九三かその<ー>下の下のピンクですよね。あこれですね。ここ、はい、そこがさい一五、はい、最初のスタートで、はい、次が緑にちょっと上がって、そ,ね、それの青になって、はい で通、はい、の21年のクォーター2がもう猿が絶好調のところです、ね、そこ、ね、からだん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 ノーマルにこう戻っていって今水色で、はい、でもこの水色をよく見るとその前の22年の Q1 と大体同じ絵だったということですかねなるほどなら、はい、ほっと安心っていうこところですねちょっとしたこのアフターコロナバブルみたいな絵になってたってことですよね。 一応こちらのリビジョン・インデックスと呼ばれているまあアナリストの業績予想の,その変化のまあ方向性ですねまあよくこのプラスだと情報修正マイナスだと下方修正がまあ優勢であるみたいなそんな見方がされますけれどもえま日本企業の方はまあほとんど変わってないですもうゼロ近辺で横ばいなのでまあそういう意味では安心感があるんですがアメリカの方はこれから先の業績に対しての見通しは やっぱさすががに過方修正が増えてきたかなと、うんうん、これあくまでもあの予想している会社の社数ベースでの比率ということですけれども、うん、まあさすがに金利も上がって、まあ、オイルも上がってで、まあ、あまあいろんなものが上がってるわけですよね。まあ、どれだけもあるっていうところだと思いますけれども業績に対してやっぱり逆風が強まっているというところを考えればまあこれがある意味まともな。 見方なななのかもしれないなと、うん、それまでのアナリスト予想はちょっと楽観的に触れてたかなということで多少足元のところでは見通しが切り下がってきているはいますけれども、まあ、これもちょっとコツンとした折っているような感じには見えるというところですので、まあ、あの金額ベース EPS ベースで見ると実はそこまで下方、うん、修正は進んでいないといいましょうか、まあ、これはあくまでも会社数ベースなので。うん、単純平均でですすよね,ねそうはい、うん でここで改めてですねちょっと46の実績業績をこのセクター別でご覧いただいていますまあ、皆さんがどういうイメージをお持ちかというところと照らし合わせていただければと思うんですが S&P500、うん、がこれがまあ全体ですねで良かったところまあ マーケット平均に比べると悪かったところということですが、うん、まあ基本はもう本当にエネルギー資本財素材あたりともう完全に景気敏感系のところがリベンジ的にまあ業績をまあ拡大させたということになってましたしまあどうでしょうねこの辺が 消費関連、まあ、あとは公益ディフェンシブ関連のところは弱かったんですけれども、まあ、ハイテクあたりなんかは比較的検討してた方かなと。いうことだとは思います。うんうん、これエネルギーだけもう枠に収まらず。百八十五パーセントですからもう、はい、もう帰ってしまうと、ものすごく突き抜けてるです。突き抜けてしまって他、他かほかがもうほとんど見えなくなってしまうぐらいなので、ちょっとこういう表示の仕方をしてますけど、はい、エネルギーだけはもうとにかく。 原油価格はまあ本当にむちゃくちゃ上がりましたので、まあこういう状況になっているということですね。エネルギーを除くとどれぐらいだったんですか。エネルギーを除くとですね、実はこれほとんど利益が残らないぐらいの微妙なところでして。 あのまあ、それだけ、まあ、今回に関してはエネルギーセクターの増益に助けられたことは間違いないいななかと思いますねうん、うんうん、この予想は今後どうなってるんでしょうか。はい、これがですね通期で見た今年来年の増益率予想で、はい、赤い折れ線グラフは2年分を足し合わせるとどうなるかっていう見方なんですけれども基本的には構図としては、まあ、やっぱり22年の反動で23年が悪くなるケースが まあこの辺りは結構逆ですよね22年が悪いところは23年がそれなりに良くなるっていう風な見通しになっているということで、まあ、エネルギーなんかは今年良かったんですけど来年はさすがにちょっと厳しいかなっていう見方に変わってくるということですね。うん、で、まあ、こうして見てみるとどうでしょうね。やっっぱりハイテクって 優等生だなって思えて、うん、しまうんですけれども、うん、派手さはないんですけれども安定的にコンスタントに増益を叩き出してくるという意味では、まあ、長い目で見てもやはり安定的な成長を期待できるセクターなのかなっていうふうに思えるような、うん、まあそんなな予想にはなっていいるということですねそこで <laughs> 目立って頑張っているあの一般消費財っていうのは、はい,いや大体視聴者の方が。 知ってる会社でではどんなどんなとこ入すかそうですね、あのー、これ自動車なんかも入ってきますし、うん、e コマースなんかも入ってきますのでいわゆるそのテスラだとかですねあ,<ー>あとはアマゾンみたいなところなんかもここに含まれてまいりますのであ<ー>、まあ、そういうセクターが牽引しているという部分もあると思いますでこちらがですね今あのセクター別でご覧いただきましたけれども全体ベース S&P500 全体で見た時の増益率予想をまたさっきと同じように変遷という形でご覧いただいてます。 えー、昨年の夏から見て22年の増益率予想がどう変わってきたかということで23年の予想がこの辺りから始まってますけれどもこれがどう変わってきたかと。で、まあ、この絵で何を言いたかったかというと、まあ、下がってきてはいますけど あんんまり下がっってないといいととうことを言たたかったんですね、うん、安定して、まあ、10%近い増益が、まあ、今年来年と続くような見通しにはなっているということですので、まあ、ちょっと業績に対する不安感っていうことを指摘する、まあ、見方も一部にはあるようですけれども今のところはそこまでこうなんていうんでしょう脅威と言いましょうか、まあ、恐れを驚くような状況ではないんじゃないかというふうに思います。うん、ということははい、はい とということは <laughs> ということなんですはどなんですかねあのそういった意味ではあの確かにこの半年間米国株の方はかなりこう厳しい展開を強いられてですね、うん、株価的にも、まあ、結果的には水準を切り下げてしまったわけですけれどもまだ手が出せないというようなあの参加者市場参加者の方もいらっしゃると思うんですけれどもねただ水準的にはもう本当にいいところまで下げたなと。 まあもう一段下値があるかと言われると、まあ、それもかなり微妙になってきてるかなというふうに思いますので、うん、まあ本当にこの下げた水準で改めてですねちょっと米国株に対する投資を、まあ、あ見直してみる検討する価値は出てきてるんじゃないかなと個人的には思いますけどね、うん、むしろ今まであの指くわえて見てた人たちにはいい環境になってきてるなんてことは土台無理な話で、うん、まあ本当ににりでで短期的にやっててる人は別としてですね。うん ある程度こう半年1年3年5年というまあタームを考えられる人であればですね今の数字を買うこと自体はまあ終わってみれば結果的にはそれは正当化されるっていうことなんじゃないかなと思いますな、うん、指標を見てもコツンときてる感じがある、うん、ということですね納得できてきましたね。 岡崎さんの疑問は解消されました。はい、あの解消解消されましたが疑問っていうのはまた明日には浮かんでくるのですか <laughs> それはそれでまた解決していきたいと思います。わ、はい、かりました。えー、ここまでカビヤさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。お盆特別企画と題しまして、8月12日から15日まで4日連続で、これから株式投資を行う方向けに無料のオンラインセミナーを配信いたします。